カモ。カモ。ああ行きたい。ほら、これ女性陣がはしゃぐやつ。カモにはうるさいからね。本当にサンドの飯よりカモだからね。カモめっちゃ走ってるじゃん。でかくね。可愛い。可愛い。可愛い。めっちゃ退避してんの？カモにね、噛まれるから気をつけた方がいい。え、噛みよんの。もういいや。にゃんちゃんどうした？惜しい。顔伸びたやんちゃん。これね、皆さん覚えてらっしゃいますか？ロッキーでこんなシーン見ましたよね。シルベスタストローが鶏を追いかけるっていう謎のトレーニング。かわいい、あそこから。かわいい。確かに入場して、めっちゃかわいい。これ見て見て見て、めっちゃかわいい。かわいい。めっちゃかわいい。あ、いい絵だ。これはいい絵だね。なんで隊列を絶対崩さんねん。仲良しだな。ここでもロッキーやってる。エドリアンっつって。エドリアン。エドリアンっつって。これ可愛いな。はい。癖になる気持ち悪さ。いいな。これは。癖になる気持ち悪さ。これドイツ村オリジナルだな、これでしょ。いいな、こういうの。こういうのいいな。いいね、ちょっとこれ。あいつ餌をあげるとすごい。餌ってどこあるの？いや、ここにあるじゃん、ここに。そこに、なんか餌2つあるよ。あ、濃いのやつ。これ、餌。いやー、出てくれ。ついてきよっと、ほんまに。かわいい。確かに分かるんだ。待ってるね。ズーズーしいやつおるな。待ってるね。待ってます。ちょっとあげよう。ちょっと待って。え、カモにこれちょっとあげても大丈夫なんですか？あ、大丈夫。どうやって？手渡し。手渡し。痛い。危ないよ。取られた。こいつが2個食ったぞ。こいつ3個目や。3-0。食いよるな。早く。で、え、あっちじゃないの？あっち。コイめっちゃスタンバイしてますよ。確かにこれ。見てめっちゃ気持ちいい。やべえ。めっちゃこれ大丈夫？なんかこれデートしてみたいになってるよ。これはさ、この辺にやったら気づかないんですよ。バカかお前。おーい、よし乗ろう。じゃあどうぞ。こちらが前でハンドルがありますのでね。こちらもこういう。はい、ありがとうございます。登場。はい、入れます。おー、すげー。これ大丈夫ですよね。大丈夫ですね。家の周りがね、浅くなってますんで、あんまり端っこの方には、はい、盛り上げちゃう感じになって、はい、そうですね。あと丸い浮きがありますんで、はい、あれの乗っからないようにちょっと気をつけてください。 OK です。挟まっちゃいますね。はい、これが15分なんですね。はい、ゼロになったらこちらに向かっていただければ。はい、わかりました。再びですよ。よし、行こう。行ってきます。
あ、ダメだ。疲れた。もう疲れた。疲れた。あー、戻る。絶対曲がらんけどこれ。大丈夫大丈夫。あー、前。ストップ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 。こんにちは。こんにちは。こんにちは。キャッソスキャッソス後ろ漕いだらバックできるんです。大変なことあの船揺れすぎじゃない。いやいや、あいつ揺らしとんな。あいつボートの使い方分かっとらんの。そこの船、そこの船揺れすぎです。めっちゃ漕ぐね。いや、こっちから降りてきて。ちょっと、いけるいける。いやー、いい。あー、ちょうどいい。あー、ぶつかるぶつかる。大丈夫、大丈夫。あー、ぶつかるね。カモン。あー、いい。ありがとうございます。ありがとうございます。疲れた。もうダメだ。いや、そう、肩で息するのね、本当に。抜きん出てる、一本ひまわり。ちょっと気が早いやつおるな。先駆けとるな。男塾だね。ホールインワンチャレンジあるよ。ホールイン大人から子供までみんなで挑戦してみよう。しまーすって。ブラック何でもチャレンジするからね。うん、よし行こう。すいません。そう、竹内さん来ましたよ。本当に？あ、ここでやったんです。ジョー、ジョーブログと、ジョーブログ。ジョー、ジョーっていう人とね。そうそう、フォロー。はい。彼はね、プロゴルファーになる予定でね。私20分ぐらいこれ2人で話してたよ。え、これルール？で、彼はね、ジョーが入れるまでね、帰れないってね、最後のジョーがようやく3箱目かなんかで入れてね、よし、行こう。借ります。どれがいいの？サンドウェッジとアプローチウェッジ、ピッチングウェッジ。これまで一応男性よね。まあ、これはまあ距離によって全部ね、打つクラブなんですよ。で、これはまあ一応左利き用。これは女性用でね、気持ち、男性用より気持ち軽くできてます。要は打って穴に入ればもうホールインワン。うん、転がっていって入ってもいいし。一生当たんない。やばい。4回連続空振っとるよ。え、ちょっと嘘でしょ。あれ、分かった。もうちょっとこっちね。そうそうそう、もうちょっと前でね。大丈夫？何回目それ？これ6回目くらいです。6回打って球が1ミリも動いてない。お、どこ？嘘でしょ。30メートルぐらい届いてないけど。あ、俺やばい、コツ掴んだわ。あは、結構飛んだ。場所はオッケーだ。ここだ、分かった俺。こういうことね。いや、待って待って、俺も入る。いやいやいや、あんな入るわけがない。こういう感じね。やんちゃん、ほら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 。やんちゃんね、ゴルフじゃないわこれ。ゲートボールやリンクトルだ。ほらほらほら、この娘ゲートボール。めっちゃ惜しいやん。おお、おお、惜しい。いやいや、それゲートボールっすね。ほら来た。あ、マジでグリーンオンしてない？もっと来た。え、グリーンオンしてね。おー、危ねえ危ねえ危ねえ、今入るとこだった。あ、すごい。そういうこと？入る絵とかいらねえから。確かに。来た。行った？お、行った。来た、そこへ。お、行った？これ行った？勝ってる。
そうゴルフ難しかったんですけど、まあ俺ら初心者でやったんですけど、うん、楽しいですね。全然20球、一カゴ20球だったんですけど。乗ってますよ。え？あんなちっちゃい子乗ってますよ。ちっちゃい子乗れても僕は乗れないんですよ。なんか乗ったらねダメなんですよ。あの風水で。やってまいりました。ドイツ村名物観覧車。ご覧ください。配色がしっかりドイツの国旗ですね。本当だ。本当だ。本当だ。ここに来てドイツ感爆発だ。乗りましょう。今から観覧車持ってきますよ。じゃあ行こう。なんなの？行かないっす。こいつは行かないっす。こいつは行かないっす。こいつは行かないっす。じゃあどんどん乗れますよ。これ乗ります。僕は乗りません。僕は乗りませんよ。めっちゃ広いっすね、マジで。うん。あれご機嫌だなあいつら、ほんまにブッサイクな顔してほんまに。これあれやな、これ止まっとるやろ絶対。動いてないやろこれ。動いてます。動いてます。いやこれ怖っ。怖い。あでも結構高いなやっぱり。あやばい、あやばいやつだこれ。うわ、これなんか和みますわ。みんなが大縄跳びやっとるあそこで。あいいな、いい場所だな。公園みたいな場所とか結構フリーな場所あって、なんかやること結構実はアトラクション以外でもあるんですよね。あそこあそこあそこ、マウント富士ビューポイント。めっちゃ書いてある。え、ここ富士山見えるんだ、こっから。あれ、ジャガイモ狩りっすかね。あそこジャガイモ狩りって書いてあるんですよ、あの黄色いやつ。あ、見えた。あ、ほんとだ、ジャガイモ掘りって書いてある。ジャガイモ掘りか。やっぱジャーマンポテトよね。あ、そういうこと。これ多分1日じゃ足んないっすよね。1日どころか月をまたいでね、なんか来たりしてまた催し物が変わったりして、ちょっと檻の中で暴れるのやめてますか。ブランド。ユーポーランド。ユーポーランド。ユーポーランド来ました。お出迎えを早速。近くに。